アダムズ軍はアメリカ合衆国インディアナ州に位置する軍である。2000年現在、人口は33,625人である。ここの軍庁所在地はジケーターである。アダムズ軍は1836年に設立された。この軍の名称は第6代アメリカ合衆国大統領ジョン・クインシー、アダムズの名を取って命名されている。アメリカ合衆国統計局によると、 この軍は総面積880平方キロメートルである。このうち879平方キロメートルが陸地で、1平方キロメートルが水地域である。総面積の0.17%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この軍は人口33,625人、11,818世帯。 および8662家族が暮らしている。人口密度は38平方キロメートルである。14平方キロメートルの平均的な密度に12404件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人97.31%、アフリカン・アメリカンセント、先住民セント、アジアセント。 太平洋諸島系0.03%、その他の人種1.47%、及び 0.、根結0.68%である。人口の3.32%がヒスパニック、または、ラテン系である。2000年国勢調査に基づくアダムズ軍の、人口ピラミッドこの軍内の住民は31.10%が18歳未満の未成年、18歳。 以上24歳以下が9.10%、25歳以上44歳以下が26.30%、45歳以上64歳以下が20.10%、及び65歳以上が13.40%にわたっている。中央値年齢は33歳である。女性100人ごとに対して男性は97.70人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は93.80人である。この群の世帯ごとの平均的な収入は4625ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は46749米ドルである。男性は32332米ドルに対して、女性は23119米ドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は16,704四米ドルである。人口の9.10%及び家族の6.10%は貧困戦以下である。全人口のうち18歳未満の13.90%及び65歳以上の8.60%は貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。